人徳と,と言ってもも、いいんですけども悪く言うとトップのやつの気分次第いわゆるトランプ大統領になっていやもう移民嫌いだわ移民のほうにアメリカに来ちゃダメみたいにあのー、気分次第で政治が動くとどうなるのかですねこれをどうなるのかっていうのはやっぱ漫画に書いてあります。銀と金と金いう漫画の中ででですすね、ね。青天井ポーカーカというのが出てくるんです、ね、でこれ「青天井ポーカーで」で僕ここで一連フを読んでいただいたらわかるんですけども。 えっとビビるか金の中にビビることはない我々のポーカーは腐敗なのだからこれねあの、こいつがポーカーをやるんですけども最終的に金を積んだもの勝ちのです、ね、しょうがないポーカーなんですねで。どんなに仕掛けできても大丈夫、しかしあいつに、ね、自信がある俺は壁を築いてやる、注ぎ込むこの清和の金庫の底その鉄板が見えるまでということで,です、ね。あの ポーカーなんだけどもどれぐらい金をつぎ込んだかというと資金力勝負のポーカーに無理やり持ち込むんですねで、えー、これですねいわゆる今の北朝鮮とアメリカと全く同じなんですねつまりどちらが強いのかというと実はこのブラフの掛け合いになっているブラフの掛け合いになった時ははッタリの力ではなくて奥にある資金力だけで決まっちゃうんですよ。 具体的に言うとアメリカと北朝鮮の兵力だけでで完全に決まっちゃうんですね。だからどんなにブラフかけても北朝鮮の負けはもうこのブラフ合戦になった瞬間に完全に終わっちゃってるわけですね。でケネディとフルチチョフがですね実はキューバのミサイル危機の時に同じような状況になったんです。でえーえー、フルチョフのソ連がです、ね、何が何何でも、 うんキューバにです、ね、核ミサイル基地を作るということで船にです、ね、核ミサイルを持ってです、ねまあ、あのこれ、X メンの,です、ね、あの前の映画でもやってましたで、ね、来たところにです、ね、ケネディはそんなことするんだったらアメリカは核戦争も辞さないぞというふうにしてブラフかけたとどっちが引くかというふうに見られたんですけどもソ連がやっぱちゃんと引いたんですねそれはなんでかというとブラフの掛け合いというですねその。これ、ケネディ以外の大統領だったらたぶんやらなかったしやっぱりあの、 北朝鮮とブラフの掛け合いというのもトランプ以外の大統領だったらやらなかったオバマは現にやらなかったんですよね。でそういうですねなんだろうなキャラクターで勝負してくる人が出てくるとさっき言った人徳というのを言い換えればあの現代の言葉で言えばキャラクターなんですキャラクターで勝負する人たちが政治家に出てきちゃうとそれはもうブラフ合戦になってしまってブラフ合戦になっちゃうともうこの青天井ポーカーと同じようにですね実力 というか、もう武力をどれぐらい持ってるのかの勝負にいずれはなっちゃうわけですね。なので国力が弱いい側は張り返せないんですよ。これぐらい張るぞ張るぞ張るぞといった時にもう世界を終わらせような核爆弾を持ってるぞ俺も持ってるぞという風にやった時にそれはもう自動的に核爆弾の数で決まってしまうというです、ね、つまんない結論が見えてるんですね。えー、以上ですね相手のマージャンがですね実はその見えた世界からですね見えない世界に変わってきたと。 なので、日本中のです、ね、政治評論家、まあ、多分世界を含めてもです、ね、状況が読めなくなってみんな予測が外れてくるようになったと。と同時にその、まあ、イギリスの EU 離脱もそうですしトランプ大統領もそうなんですけどプーチンもそうですよねであとあのドテルテ大統領とフィリピンもそうなんですけど世界中の政治家がキャラクター勝負になってきた日本の安倍首相もそうだと思うんですけどキャラクター勝負になってきたとでこうなってくるとお互いにです、ね、キャラクターによるブラフです、ね、そういうふうなものの張り合いが。 になってくるとでそうなった場合、これまでのお互いの麻雀牌が見えている状態から完全に見えない状態になってくるんで、実はかなり国力勝負っていうですね。なんかこうつまんないといえばつまんないんですけどもですね。あの、そういうふうなものになってきてしまうと思います。えー、まあ、でもね。あの先の状況が読めないと言ってもですね。僕が思うに、あのこれから先どうなるのか？という回答は常に。 どっかの漫画の中にあるんですよね。どっかの漫画のの中にあるので,です、ね、僕らは大丈夫だと思います。<laughs> というですね何で,、ね、でしょう言い返してみるとえっ、ー、とね政治っていうのはそういうのじゃいけないとか国家っていうのはそういうのじゃいけないっていう建前論みたいなものがこれまではあったんですけどももう今あの状況を見てわかる通りですそういう建前でなくてうーんとね ブラフとかハッタリとかいいうのは、言い換えればビジネスなんですよねで。トランプがビジネスマンだから大統領として割とうまくですねうまくということもないんですけども <laughs> あのやれてるのはんでかっていうとこのハったりを張って向こうからできるだけの利益を得るっていうですねめちゃくちゃな政治としてはめちゃくちゃなことをやってるんですけどもアメリカ株式会社アメリカの社長としてはですねなかなかあのいい取引をやろうとしてるというですね アメリカのいい取引ということは日本にとって悪い取引ということなんですけどだからあの安倍首相がですねさっさとトランプのですねチちの中に入っていってうまくやっていこうというのはですねあの世間的にはいろいろ言われてますけども安倍さんなんかすごいいい部分持ってるなというかですね明らかにそれまでの政治家の信念を持ってる政治家ではですなくてですねビジネス感覚を持ってる政治家っていうふうに見えちゃって面白いですねっていうのをですね、まああの 最新の本を読むよりは漫画を読んだ方が分かりやすくなっていると思います。